もうここまで来れば大丈夫じゃないか。さすがにここまでは追ってこなさそうだね。さて、ここからどうするか。村か町に行って持ち物を整える。でも私たち、お金がそもそもないけどな。じゃあどうする？わからない？とりあえず、もう少し行ってみるか。近くに何かあるかもしれないしな。そうだね、この森を一旦抜けたいしね。よし、じゃあ行くか。了解、マリサ。ここは村だね。人もたくさんいる。ここで少し情報収集するか。この地域のこと全然わからないからね。あの人に聞いてみるか。いい人そうじゃね。いい人そうかな。ちょっと怪しいけど。さりげなくひどいこと言うよなお前。すいません、ちょっとお伺いしたいことがあるんですけど。お、見慣れない顔なんだな。どうしたんだな。私たち、ちょっと迷ってしまって、それでうろうろしていたらここにたどり着いたんですけど。そういうことだったんだな。ここはなんていう村なんですか？ここはドイス村っていう村なんだな。ドイス村？君たちはどこに行きたいんだな。どこに行きたいんだっけ、マリサ。マリサ。やべ。いや、違います、マーリです、マーリ。そうです、この人の名前マーリです、マーリ。びっくりしたんだな。さっきラジオを聞いていたら近くの刑務所から脱獄した囚人がいるって聞いたんだな。確か、二人の囚人の名前が霊夢とマリサって聞いてたんだな。だから一瞬君たちのことかなって思ったけど違うみたいなんだな。そうですよ。私たちは違いますよ。それは別人ですね。わかっているんだな。君たちは優しそうだから違うと信じているんだな。ありがとうございます。それでどこに行きたいんだな。なんかこの村って店とかあります？この村はみんな自給自足しているんだな。確かに農業とか盛んですよね、ここ。だから買い物に行くには少し離れた町に出ないといけないんだな。ドイス村の村人たちも実際にそうしているんだな。なるほど。その町にはどうやって行くんですか？ごめんなんだな。オイラは町への行き方がよくわかってないんだな。なるほど。じゃあ他の村人さんに聞いてみればわかりますかね。村長に聞けば確実なんだな。村長ですか？そうだな。ドイス村の村長に聞けば大体のことはわかるはずなんだな。そうなんですね。村長の家ってどこなのか教えてくれますか？向こうの立派な家なんだな。事情を話せば中に入れてくれると思うから行ってみるんだな。わかりました。いろいろありがとうございます。ありがとうございました。もしもし。予想通り来たんだな。おそらく彼らはウマシティに行くと思うんだな。いやいや。礼には及ばないんだな。飯塚さんの頼みだったら何でもするんだな。なるほど。思ったより色々聞けたな。さっきの人が言ってた町に行きたいよね。その辺のことも含めてドイス村長に聞いてみようぜ。ドイス村長、どんな人なんだろう。すいませーん。おっと、どちら様ですかね。私たち、ちょっと道に迷ってこの村にたどり着いたんですけど、この近くの町に行きたいんですよね。そこでこの村の人に行き方を聞いたんですけど、ドイス村長なら知っているって聞いたんですよね。なるほど。道に迷ってこの村にたどり着いたのですか。よかったら少しうちで休憩していきますか。いいんですか、お言葉に甘えて。いやお前ちょっと遠慮しろよ。まあまあ、二人とも少し疲れているでしょう。遠慮はしなくていいですよ。そうですか。ありがとうございます。二人はどこから来たんですか？それはですね、西のずっと西の方です。そこにある村に住んでいたりします。なるほど。あなたたちも知っていると思うが、この近くの刑務所から死刑囚が脱獄したというニュースがあってね。そうなんですね。それは物騒な話だ。あなたたちも気をつけた方がいいですよ。
ひょっとしたらサファイア団の連中が脱獄したのかもしれない。サファイア団って何ですかね？あなたたちはサファイア団のことご存知ではないんですか？まあ、ど田舎から来たもんですから。サファイア団というのは目的のためなら手段を選ばない犯罪集団です。この地域でサファイア団のことを知らない者はいないです。この村でも奴らの被害があって村人は全員恐れています。そんな奴らがいるんですね。今は奴らは刑務所にいるんですかね？サファイア団の団長、そしてサフィーとヤという手下の3人組で構成されているらしいですが、少し前に起こったウマシティ銀行強盗事件によって捕まったと聞きました。ウマシティ銀行強盗事件？ウマシティっていうのはひょっとして。おそらくあなたたちが行きたいと思っている街のことです。あ、そうなんですか、そんな、物騒なところなんですかね。いや、もともと治安はいい街なんですが、なぜかある日サファイア団の連中が現れたのです。あまりにもいきなりの出来事だったので、警察が来るまでの時間で多くの被害者が出てしまいました。私の生き別れの息子も、そこで働いていて、その事件をきっかけにして行方不明となってしまったんです。もしかしてサファイア団に？その可能性は高いでしょうね。奴らは目的のためなら手段は選ばないですから。なんか、すいませんね。暗い話をしちゃって。あ、いえいえ、私たちで良ければ聞き相手にはなりますよ。元気出してください。なんてあなたたちはいい人なんだ。ありがとうございます。今してに行くんですよね。そうですね、道を教えていただけますか。たやすいことです。いろいろありがとうございました。ドイス村長のおかげで馬してに行くことができそうです。あなたたちと話すことができて私も楽しかったです。よかったらまた遊びに来てくださいね。はい、また来ます。では私たちは行きますね。お気をつけて。なんか、いろんな話を聞けたね。ドイス村長には言えなかったけど脱獄したのはサファイア団じゃなくて私たちだからな。安心してくださいって言いたかったけどそれ言うとバレちゃうからね。さて、ウマシティにこれから行くわけだが、ウマシティに行って銀行強盗するんでしょ。は、お前何言ってんの。マリサの花垂れ小僧。いや言ってること変わっているじゃねえか。お前銀行強盗するって言わなかったか。だって無一文だしウマシティに行っても何もできないよ。まあ、それはそうなんだけどさ。そんなことしてまた捕まったらどうするんだよ。脱獄と銀行強盗でより大きな罪になるぞ。どの道このまま逃げても飢え死にするだけじゃない。やるか？私たちの未来のために。そうだ、ここで立ち上がらなきゃ意味がない。そうと決まれば馬してに行くぞ。よし、やってやる、やってやるぞー。こうして私たちはドイス村を後にした。しかしドイス村長が言ってたサファイア団。彼らが後の私たちの運命を左右するとは、この時思うことすらなかった。ここが馬していか。ここが馬していか。お前、その豚どこから連れてきたんだよ。いや、豚じゃなくてタクシーでしょ。無一文でも乗れるタクシーだよ。ご丁寧にサドルもついているしなんだよこれ。その例の銀行はどこにあるんでしょうね。お、あれじゃねえかひょっとして。それっぽいのあった？なかなかでかい銀行だな。セキュリティとかもすごそうだけど。やっぱやめときますか。お前から言い出したのに。やめてドイス村に住みましょう。ここまで来てやめたくないぞ私は。さて、道中で調達した武器と防具を着ていくぞ。準備はいいな、霊夢。もうダメだ、おしまいだ。なんでお前はそんな弱気なんだよ。やい、おとなしくしろ、金を出せ。金を出していただきたいです。でも出さなくても怒ったりします。だからなんでお前そんな弱気なんだよ。は、許してください。命だけは勘弁を。命が惜しかったら早く金を用意しろ。そうだ、早くしないとこちょこちょ攻撃だぞ。脅し文句が弱いなそれは。はい、そこまでだよ、君たち。え、だ、誰だ。僕はツバイ刑務所の監視長の飯塚。実は脱獄囚がウマシティに向かっているという通報があってね。ここで待ち伏せしていたんですよね僕。もしもし。もしもし、どうだ、怪しい奴を見かけたか。予想通りリターンだな。おそらく彼らはウマシティに行くと思うんだな。なるほど、じゃあ僕はウマシティで待機しようかな。これで脱獄囚を捕まえることができる。君には感謝するね。いやいや、礼には及ばないんだな。飯塚さんの頼みだったら何でもするんだな。な、この人はマリサじゃなくてマーリですよ。あ、バカ野郎それ言ったら。脱獄した囚人の一人の名前はマリサ。君たちのことで間違っていなさそうだね。
そうですね、こっちの人は脱獄囚で私は健全な市民です。お前また私の罪だけ重くしていくつもりか。まあ霊夢ってのは君なんだろうけどね、どの道この状況からして現行犯逮捕だろうけど。そんな。二人とも残念でした、また刑務所生活だね。また、あの場所に戻るのかよ。いや、君たちには以前のセキュリティの甘い刑務所じゃなくて、僕の管理するツバイ刑務所に来てもらうよ。そりゃないよ。ウィリアム支店長、何か団長について手がかりはありましたか？いや、こちらは何もつかめてないです。そうですか。あまりお力になれなくてすいません。何か見つけ次第、また連絡しますね。そうですね。よろしくお願いします。この銀行で起きた事件、そしてここの職員がまさかあの犯罪集団のトップだったなんて。私は、情けない限りです。まさかこうもあっさりと脱獄されるとは。手下の二人は大丈夫なんですか？はい。二人に関しては問題なさそうです。なるほど。これ以上の被害拡大を阻止するためにも、一刻も早くジェームズ。いや、サファイア団長を見つけ出し、自ら犯した罪を償いさせましょう。はい、自分も全力を尽くします。さて、そろそろ奴が動き出す時間か。しっかり証拠は隠滅してもらわないとな。なんでこうなっちゃったのかな。 200% マリサのせいじゃん。いや、言い出しっぺはお前だからな。でも私はウマシティに着いた段階でやめようって言ったじゃん。もうこんなところで言い争っても意味がないや。こうなったら次の刑務所でもなんとか脱獄してやるぞ。またやるしかないのか。We'll be right back.